ゆかりの朗読コーナーナ著作権フリーの青空文庫の朗読をしていきます記念すべき第1回は明治時代のベストセラーであり日本人の文明開化の原動力となり当時の人々に希望を与えたこの作品です長文なのでイントネーションとかフレーズ調整はしていないものとなります学問のすすめ 福沢諭吉9編学問の胸を仁王に記して中津の旧友に送る文人の心身の働きを細かに見ればこれを分かちて仁王に区別すべし第1は一人たる身につきての働きなり第2は人間交際の仲間によりその交際の身につきての働きなり 第一心身の働きをもって衣食住の安楽を致すものこれを一人の身につきての働きというしかりといえども天地間の万物一として人の便利足らざるものなし一粒の種をまけば二三百倍の実を生じ深山の樹木は培養せざるもよく成長し風は持って車を動かすべし海は持って 運送の便をなすべし、山の石炭を掘り、川海の水を汲み、火を転じて蒸気を作れば、重大なる船舎を自由に進退すべし。このほか増加の妙高を図れば、埋挙に孔あらず。人は、ただ、この増加の妙高をしゃり、わずかに、その趣を返じてもって自らりするなり。ゆえに、人間の衣食住を得る派、すでに、の手をもって、 99分の調理を成したる者へ人力にて一分を買うるのみのことなれば人はこの衣食住を作るというべからずその身は路傍に捨てたるものを拾い取れがごときのみゆえに人として自ら衣食住を窮するは敵ことにあらずこのことを成せばとてあえて誇るべきにあらずもとより独立の関係は人間の一大事 何時の額の汗をもって、何時の食を喰らいとは、個人の教えなれども、世が考えには、この教えの趣旨を足したれば、とていまだ、人たるものの務めを追われるとするに足らず。この教えは、わずかに人をして、金じに劣ることなからしむるのみ。試みに見よ。金じ魚無魚虫、自ら食を得ざる者なし。ただにこれを得て、 一時の満足を取るのみならず、アリのごときは、はるかに未来をはかり、穴を掘りていところを作り、冬日の用意に食料をちょうるにあらずや、しかるに、世の中には、このアリの所業をもって、自ら満足する人あり、今、その一例を挙げん。男子年長じて、あるいは、公につき、あるいは、小に騎士、あるいは、官員となりて、 ようやく親類ホーの厄介たるを免れ、相応に移植して、他人へ不義理の沙汰もなく、かやにあらざれば、自分にて、手軽に家を作り、家中はいまだ整わずとも、細君だけは、まず、とりあえずとて、望みの通りに、若き夫人をめとり、身の収まりも尽きて倹約を守り、子供は、たくさんに生まれたれども、教育も、一通りのことなれば、 差したる世にもいらず、不治病気等の入り用に、30円か50円の金には、いつも差し支えなくして、細く長く、長久の策に心配し、とにもかくにも、一軒の家を守る者あれば、自ら独立の格形を得たりとて、得意の色をなし、世の人もこれを召して、不機独立の人物といい、過分の働きをなし、たる手柄者のように、小すれども、 その身は大なる間違いならずや、この人はただアリの門人と言うべきの身。生涯の事業はアリの右に出ずれを得ず、その移植を求めかを作るの際にあたり手は、額に汗を流せしこともあらん、胸に心配せしこともあらん、個人の教えに対して恥ずることなしといえども、その成功を見れば、万物の霊たる人の目的を達し、たる者と言うべからず。 右のごとく、一心の衣食住を得て、これに満足すべきものとせば、人間の都政は、ただ生まれて死するのみ、その死するときのありさまは、生まれしときのありさまに異ならず。核のごとくして、子孫書を伝えなば、幾百代を経るも、一村のありさまは、旧の一村にして、世上に、公の工業を起こすものなく、船をも作らず、橋をも貸せず、 一心一家の外は、しっかり天然に任せて、その土地に、人間生成の痕跡を残す、ことなかるべし。成人言えることあり、世の人とな自ら満足するを知りて、おやすに休んぜなば、今日の世界は、快楽の時の世界にも異なる、ことなかるべしと。このこと誠にしかり、もとより、満足に、仁王の区別ありて、その会を謝るべからず。 一を得て、また二を欲し、従ってたれば従って、不足を覚え、ついに悪ことを知らざる者は、これを欲しと名付け、あるいは野心と称すべしと、いえども、我が心身の働きを広しめて達すべきの目的を立ちせざる者は、これを春句と言うべきなり。第二人の性は軍拒を好み、決して独歩ぽ孤立するを得ず。夫婦親子に、 手配まだこの正常を満足せ、しむる、に足らず、必ずしも、広く他人に交わり、その交わりいよいよ広ければ、一心の、幸福いよいよ、大なるをとしゆるものにて、すなわち、これ人間交際の起こるゆえんなり、すでに世間にいて、その交際中の一人となれば、また従って、その義務なかるべからず、およそ世に学問といい、工業といい、 政治といい、法律というも、皆人間交際のためにするものにて、人間の交際あらざれば、いずれも、不要のものたるべし。政府難のゆえんをもって、法律を失来くるや、悪人を防ぎ善人を保護し、もって、人間の交際を、善から使命がためなり。学者難のゆえんをもって書を除述し、人を教育するや、行進のさとしみを導きて、 持って、人間の交際を保たんがためなり、おくこあるるつっかえ、他人の言に、天下を、ちむること肉を分かつがごとく公平ならんといい、また、定前の草をのぞくよりも、天下を掃除せんといいしも、皆人間交際のために、益をなさんとするの志を述べたる者にて、およそ何人にてもいささか身に所得あれば。 これによりて世の益をなさんと欲するは人情の常なりあるいは自分には世のためにすれのいなきも知らず知らずして後世へ子孫自らその功徳を被ることあり人にこの正常あればこそ人間交際の義務を達し得るなり古より世にかかる人物なかりせは我が輩今日に生まれて 今の世界中にある文明の徳沢をこうむるをえざるべし。親の信頼を譲り受けくれば、これを異物と名付くと、いえども、この異物は、わずかに、地面、火災等の身にて、これを失えば失うて、後なかるべし。世の文明は、すなわち叱らず。世界中の個人を一体にみなし、この一体の個人より、 今の世界中の人なる我が藩へ譲り渡した類物なれば、その広し大なること地面、家財の類にあらず。されども今、誰に迎えて、現にこの恩を射すべき相手を見ず。これを、例えば、人生に必要なる日光、空気を得るに、銭をざるが如とし。そのものは尊しといえども、所持の主人あらず。ただ、これを、 個人の隠徳恩師というべきのみ。改択の初めには、人知いまだ開けず。そのありさまを形容すれば、あたかも、書生の小児に、いまだ、知識の発生を見ざる者のごのとし。例えば、麦を作りて、これを粉にするには、天然の石と石と思って、これを突き砕きしことならん。その後、ある理人の工夫にて、二つの石を。 丸く平たき形に作り、その中心に小さき穴を掘りて、一つの石の穴に、キンの辛抱を刺し、この石を下に据えて、その上に、一つの石を重ね、下の石の辛抱を、上の石の穴にはめ、この石と石との間に麦を入れて、上の石を回し、その石の重さにて、麦を粉にする思考を設けたることならん。すなわちこれ、うすなり。 るはこの晩臼を人の手にて回すことなりしが後世に至りては臼の形をも次第に改めあるいはこれを水車ガザ車に仕掛けあるいは蒸気の力を持ちることとなりて次第に便利を成したるなり何事もこの通りにて世の中のありさまは次第に進み昨日便利と接し物も,のも今日は上となり去年の真工夫も 今年は陳腐に属す。西洋諸国日清の勢いを見るに、電信、蒸気、百般の機械、従って出ずれば従って、面目を改め、日に月に新規ならざるはなし。ただに、有形の機械のみ新規なるにあらず、陣地いよいよ開けくれば、交際いよいよ広く、交際いよいよ広ければ、人情いよいよ和らぎ、万国広報の説に剣を得て、 戦争を起こすこと軽率ならず、経済の議論盛んにして、政治、商売の風を一変し、学校の制度、著書の掲裁政府の将棋、議員の正談、いよいよ改めむればいよいよ高く、その至るところの曲を期すべからず。試みに、西洋文明の歴史を読み、改略の時より、紀元1六百年代に至りて、牧を閉ざし、二百年の間を超えて、 富1800年代の巻を開きてこれを見ば、誰か、その超速の進歩に驚きかいせざる者あらんや。ほとんど同国の式とは信じ難るべし。しかり、思考して、その進歩をなせ、私有園の本を広塗れば、皆これ個人の遺物、精神のたまものなり。我が日本の文明も、その初めは、朝鮮、ツッカより来たり、次来、 我が国人の力にて切磋琢磨持って近世のありさまに至り洋楽のごときはその源遠くだから歴年間にあり蘭学こと始めという半本を見るべし万金外国の交際始まりしより西洋の節要約世上に行われ洋楽を今日売る者あり洋書を訳する者あり天下の人心さらに奉公を変じて これがため政府をも改め諸般をも廃して今日の勢いになり重ねて文明の端を開きしもこれまた個人の遺物精神の賜物というべし右書論のごとく古の時代より有力の人物心身を浪して世のために事をなす者少なからず今この人物の真実を思うに兄 衣食獣の尿化なるをもって自ら垂れりとするものならんや人間交際の義務を重んじてその志すところけだし公園にあるなり今の学者はこの人物より文明の遺物を受けてまさしく進歩の先方に立ちたるものなればその進むところに極度あるべからず今より数十の清掃を経て後の文明の世に至ればまた 公人をして、我が輩の徳沢を仰ぐこと、今我が輩が、個人を高しむ、がごとくならしめざるべからず。返してこれを言えば、我が輩の職務は今日この世におり、我が輩の生成したる痕跡を残して、遠く、これを、後世子孫に伝うる、の一時にあり。その人またおもしというべし。兄、ただ、数巻の学校本を読み、シとなり高となり、 勝利となり、年に数百の金を得て、わずかに妻子を養いもって、自ら満足すべけんや。子は、ただ他人を害せざるのみ、他人を益する者にあらず。勝つことをなすには、時に貧不便あり、卑しくも時を得ざれば、有力の人物も、その力をたくましゅうすることはたわず。古今その例少なからず。近くは、我が旧里にも、 春英の主君子あり死は、明らかに我が輩の知るところなり。もとより、今の文明の目をもって、この主君子なるものを表すれば、その原稿あるいは方向を誤る者王子といえども、子は、持論の死からしむるところにて、その人の罪にあらず、その身は、事をなすの気力に乏しからず。ただ不幸にして時に合わず、むなしく、宝を懐にして生涯を渡り、 あるいは、死死あるいは老死、ついに、世上の人をして、大いに、その徳をこうむらしむ、る、おえざりしはいかんというべきのみ。今や、すなわち叱らず。前にも言えるごとく、西洋の説ようやく行われて、ついに旧政府を倒し、諸藩を廃したるは、ただ、これを、戦争の変動とみなすべからず。文明の効能は、わずかに、 日常の戦争をもってやむべきものにあらず。故に、この変動は、戦争の変動にあらず、文明に促されたる妊娠の変動なれば、かの戦争の変動は、すでに7年前にやみてその後なしといえども、人心の変動は今なお依然たり、およそものを動かざれば、これを導くべからず。学問の道を主して、天下の人心を導き、をして、 これを交渉の域に進ましむるには特に今の時をもって好機会としこの機会に合うものはすなわち今の学者なれば学者よのために勉強せざるべからず以下十遍に続く続く